茨城県道243号、八代昌平新殿線松葉2丁目交差点付近、龍ヶ崎市藤ヶ丘1丁目の、貝原塚交差点付近茨城県道243号、八代昌平新殿線は、茨城県龍ヶ崎市内を通る、一般県道である、龍ヶ崎ニュータウンの主要幹線道路でもある、龍ヶ崎市八代町の茨城県道5号龍ケ崎、板子線より北へ分岐し、 龍ヶ崎ニュータウンを経て、国道6号に至る、東西約10キロメートルの一般県道、龍ヶ崎市の新興住宅街である白羽松ヶ丘、藤ヶ丘、久保台、中根台小芝松葉町さんの各地区を連絡する都市計画道路牛久沼八代線が県道指定された路線でもある、白鳥通り、ぬくもり通りの愛称名が付けられている、百七十七年三月、起点を、 龍ヶ崎市八代町、終点を龍ヶ崎市、昌米新殿町とする新規路線として、県道、八代昌米新殿線が路線認定され、1995年の茨城県道再編が行われた時に、現在の路線番号243に変更された。1998年3月に、起点から龍ヶ崎ニュータウン間の残存区間の道路、共用開始をもって、 前線開通した道路法の規定に基づき、龍ヶ崎市、八代町同士、八代昌平新田町間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 龍ヶ崎市都市計画マスタープラン。都市環境部都市計画課。龍ヶ崎市。2014年9月6日閲覧。ABCDE。茨城県道路現況調書平成26年4月1日。現在、ハット AB。県道路線の認定。茨城県法、第6513号。P10。AB。県道の路線名及び。整理番号の変更。茨城県法、 第637号、PP8 から12、AB、道路の供用の開始、茨城県法、第1066号、P63、道路の区域決定、茨城県法、第6999号、P6、道路の供用開始、茨城県法、第7442号、P7、道路の区域決定、茨城県法、第7537号、 P6 道路の供用開始茨城県法第28号 P9 道路の供用開始茨城県法第57号 P8 道路の供用の開始茨城県法第1241号 PP 10から14道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2980号 PP 八二十八 ありがとうございます。